チャンネルへようこそ。達人でございます。本日は皆さんポケモン GO やってるでしょうか。ポケモン GO ね、めちゃめちゃポケモン GO、今ね、結構やってる人少ないですね。一時期ブーム、に比べてですね、ほんとやってる方ね、少ないです。そうです。ちょっとね、達人もだいぶやらなくなってきてしまったということでございます。しかしです、皆さん。まだまだね、ブームはね、まだ過ぎ去ってませんからね。ポケモン GO、ちょっとね、やっていきたいところでございますけれどもね、なかなかね、やっぱりね、都会と、田舎の格差っていうのはね、ものすごい、ものでございますからね。なかなかポケモン、見当たらない、本当にね、全然見当たらないんで、本当に探すんだけど、マジでね、全然ね、いない状況でございますからね、全然この辺にはいないね、ポケスポットもないしさ、で、田舎の場合だとポケスポット、A 地点から B 地点に行くまでに、全然いないんですよ。今日はね、私頼んでたあれが来るんです。そうだ、もうこんなとこでこんなことしてる場合じゃない。早速家に帰りましょう。はい、ということで、ようやく帰ってまいりました。外は寒かったけどね、こちらでございますよ。これはもう なんだって話でしょ。これね、ポケモンセンターオンラインからね、届きましたよ。はい、今回は12月5日再入荷分ということで、今回これだよ、これ見てっかね、ジェレレレーン、こちらのね、ポケモン GO プラスでございます。これさ、ようやく来ましたよ。これがずっと欲しかったね。ということでございますね。もうこれがあればね、かなりポケモン捕まえやすいということでございます。多分ね、たてちの住んでる田舎でも、これがあると、かなり重宝するんじゃないかなと思いますけどもね。早速ちょっと今回は、こちらの方をちょっと見ていきたいと思います。はい、結構ね、ちっちゃいもんでございます。こんな感じのね、クリップでね、つけられる。これクリップ式、ね、クリップ式なんだけど、こういう、胸ポケットにこうやって刺したり。で、あとは付属の、このね、ベルト。このね、腕に巻く、このね、バンドでございます。このバンドを、この、腕に巻いてもいい。ね、これ多分ほら、腕に巻いちゃうと、ほら、あれでしょ。あいつ、ポケモン GO やってるよって絶対これバレちゃうけどね。これね、ここ取り外、後ろね、裏側、このね、裏側を取り外して、ここでネジで止める、このね、タイプでございます。はい、じゃあね、こちらどんなもんなのかちょっとやっていきたいと思います。これまず絶縁シート、これまでいきますよ。ぴょっと。よいしょ。よいしょ。今、青く点滅してますよね。これで Bluetooth で、ペアリング、してます。はい、今、わかるかな、この、使用可能なデバイス、このポケモン GO プラスっていうのが、表示されましたね。これをちょっと選択します。これで、ペアリングいたします。起きた。ブルッタ。これね、ブレるとこんな感じになります。ポケモンが近くに現れると、本体が振動、点滅して知らせます。で、緑の点滅なら捕まえたことがあるポケモンということでございます。で、黄色ですと、まだ捕まえたことがないポケモンでございます。で、捕まえたら、このね、7色にね、こちらがね、この点滅すると。で、逃げられたら赤く点滅ということでございます。で、このポケスポット、ね、に行くとね、この、本体がこうブルーってし、ね、震えて、青く点滅して知らせてくれるということでございます。で、ボタンを押して、7色に点滅したら、道具が手に入るということでございますね。多分この何らかの理由でポケスポットから、遠くってことだから、多分電車とかさ、立ち位置やりましたけど、新幹線とかだとちょっと難しいかなということでございます。右側にあるんだけど、これが多分ね、この、このポケモン GO プラスのね、この同期してるっていう、ことだと思います。お、来た！来た！見てわかるわ。今ポケモン発見出た。で、これを。で、今押した。ブルッタ。わかった？今ブルって、ボタンを押しただけです。あえて自分でこうボタンね、使わずにこれを押しただけでゲットできる。これはやっぱりすごいよ。みんなわかるかな。ポケモン発見。で、今緑色に震えてるよね。
これはぐれてんところ押します。よいしょ、押しました。じゃん、さん、頑張って捕まえてます、捕まえてます、捕まえてます。ギャラブ言いました。めっちゃ振動した、めっちゃ振動したんだけど、これでねゲットということでございます。これ今 2.88 じゃん。振ればこれ3キロぐらいになるかな。ちょっとやってみようか。わかるかな、わかる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 、これわかる。これまだ捕まえたことないのポケモン多分で、ここボタンを押します。よいしょ、ね、よいと、お、あ、カモネに逃げられた。こういうこともあるわけですよ。これみんな気づいたかな、あの卵これね振ってるだけでもこれね距離稼げそうですね。これ結構すごいよ。もうこれだってさ、街中でさ、これまあ携帯こうやってやってるって絶対バレんじゃん。あいつまだポケモン GO やってるぞとかさ、あいつ絶対ポケモン GO やってるやつだぜって絶対ね、こういうのバレるんだよ。だってさ、変なやつがさ、ね、お寺や神社とかから出てこいよ。これ絶対怪しいじゃん。ね、まあ、縦島結構ね見たことありますよ。あのね、なんでこういうね若いやつが神社から出てくるのかなって思ったら、やっぱりそうです、ポケスポットね、やっぱりそこでねポケモン捕まえてるわけですよ。みんなこれを持ってればですよ、皆さんね、出ただけでこのボタンを押すだけで、ポケモン捕まえられるんですよ。これはやっぱりね、すごいいい。先日海竜をね、マクドナルドで捕まえました。こちらでございます。リザード、これねリザード、まあリザードンにしたい、ところでございますね。飴が必要でございますから、またね足利フラワーパーク、あとまあ東京だとね代々木公園なんかだとね、このね人影の巣ということでございますからね、また東京に行った際、それからねまあ足利フラワーパークなんかにもね、また訪れて、ちょっとこちらねちょっとゲットしたいなと思っております。ようやくこんな感じでね、捕まえることができれば、これはやっぱりね、やってるじゃん、こう電車とかでもさ、あいとかってやってた人いたでしょ。でこれがこれを持つことによって、分かんなくなるんだよ。これだとさ、もうとね、アップルウォッチみたいになってんじゃん、こうやってね、これつければさ、ピュッて押すだけ、ピュッて押すだけで、ゲットできるという、これはマジでね今回ね、いいかなと思います。で、今回のポケモン GO プラスね、またゲットしましたんで、またどんどんね、ポケモンの方を捕まえて、ちょっとね、図鑑の方なんかもね、完成していきたいと思っております。はい、まあ、どうでしょう。こんな感じで、まあ、手に巻いちゃうと、結構この、ポケモン GO プラスしてるぞっていう感じもね、あるから、まあ、例えばこのポケット付きのあのシャツとかあると、まあこれでいけるかなっていう程度の方がまあいいかもしれないですね。まあこんな感じでまあこうやってて、こう腕組みしてもね、まだ冬場なんかさ、ね、ジャケットとかコート着るからさ、これでまあやればね結構バレない感じもしますんでね、いいかもしれません。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ってことでチャンネルまたポケモン捕まえに行ってきます。パソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にねチャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタンを押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。